ニール・ジョン・テイラーは、ウェールズル・ティング出身のサッカー選手、アストンビラ FC 所属。ポジションは DF。ウェールズ代表。マンチェスター・シティ FC のアカデミーの出身だが、2005年に、レクサム FC のユースチームに加入。2007年にトップチームに昇格した。2010から11シーズンから、当時フットボールリーグチャンピオンシップに属していた。 スウォンジーシティ AFC に加入し、ウェールズ勢で初めてとなるプレミアリーグ昇格を経験し、翌2011から12シーズンも年間11位を経験した。2012から13シーズンもレギュラーとして期待されていたが、2012年9月1日のサンダーランド AFC 戦で、クレイグガードナーから背後からタックルを受け、左足首を骨折。 全治不明の長期離脱となった。2014年1月31日、フラム FC への移籍が合意したが、妊娠中の妻が陣痛を起こしたため契約書へのサインに間に合わず、破断となった。2017年1月31日、チャンピオンシップのアストンビラ FC に加入することが発表された。移籍金は推定500万ポンド。 ウェールズ代表として2010年5月23日、親善試合のクロアチア戦で A 代表デビューした。2012年にイギリス代表としてロンドンオリンピックメンバーに選出された。2016年6月20日の UEFA ユーロ2016グループリーグ第3戦、ロシア戦で代表初得点を挙げた。インドにルーツを持ち、母親はコルカタの出身である。 ありがとうございます。